コムチャットカウントダウン。みなさんコムチャッチャー、桜井貴博です。みなさんコムチャッチャー、井口ゆかです。毎週この時間に生放送でお送りしている怒涛の番組 A&G メディアステーションコムチャットカウントダウン。この番組では皆さんからのリクエストを中心に番組の総力を結集して入手した様々なデータの全てを集計、アニメ、ゲーム、声優、特撮の4ジャンルに関する楽曲コムチャミュージックのベスト10を毎週発表しています。また皆さんからの番組へのメール、コムチャメールも大募集。今週のメールテーマはコムチャ的宮野守さんに決めてほしいパがつく言葉大募集。はい、というわけで今夜はニューアルバムパッセージをリリースする宮野守さんが登場。やったお久しぶり、お久しぶり、コムチャメールはパプキンパンケーキ言い方など宮野さんに決めてほしいパがつく言葉を大募集です。おパーティー受付メールアドレスはコムチャ、あ、そうか、コムチャアットマーク JOQR.net、 コムチャアットマーク JOQR.net、 コムチャの綴りは COMCHA です。うん、では今週のコムチェックのテーマの発表です。毎週様々なテーマでリスナー投票を実施しているコムチェック、今日のテーマはコムチャ的宮野守さんといえば、はい、今回はコムチェックの宮野守さんといえば何なのかをコムチェック。はい、1、かっこいい。まあね、まあね、みんな持ってる。歌がうまい、半端ねえ、うん、3、踊りがうまい、半端ねえ、これ本当にすごい、うん、4、変顔、めっちゃ半端ねえからこんな本当すげえからよ。そして5、ずるあかん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 、あのコロッケさんがモノマネするとき の、 あの森進一さんの顔になってるから面白い。そして5、その他となっております。はい、どうですか、変顔やっぱり変顔私なんだろうな、ご本人と会話をするまでは本当 1,2,3 がもうずっと続いてるんですよ。あ、ミュージックビデオとか、こればっかなんだ。もうミュージックビデオなんて素晴らしいすぎて、うん、かっこいいよね。ところが本人とお話すると4番の混ざりようがもう変顔ばっかになっちゃうんだ。もうそれ 100% ですその顔を真ん中に集めるな解散しやがった俺はね背が高い。確かに、うん、そうですね。結構みんなね、いろんなイメージ持ってるだろうから、うんうん、ぜひとも教えてくださいませ、うんうん、今週のコムチェック、コムチャ的宮野守さんといえばへの投票は携帯電話で参加する方、文化放送公式携帯サイトから、パソコンから参加する方、コムチャ公式ホームページからお願いします。さてここからはゲストと一緒にお送りしていきましょう。今夜のコムチャゲストは宮野守さんです。コムチャッチャー、うわー、うるさい、長い、おー、黙った黙ったけど顔がうるさいうわうわ、どうしてもうるさい何してもうるさいひどいゲストなのに私でどうしよう私どうしました、私どうしました、ゆかさんがもうほとんどゼロ距離で直撃を受けまくってるんで、ボキボキに鼻の腰の腰を折ってしまって、すいません。今夜はニューアルバムパッセージを間もなく続けんのエピソードトークはよどうすんのよ、続けんのかよ、どうすんのよ、お前のエピソードトークはパッセージを間もなくリリースということでお越しいただきました、ね、ありがとうございます、よろしくお願いします。来ちゃいました、来ちゃいました、すごい楽しみにしてたんですよ。ありがとうございます、うんうん、でも今ちょっとがっかりなんでしょ、うん、なんでですか変な顔とかばっかしてるから変な顔は一個もしてないじゃないですか嘘だ、打ち上げの時何回やったことか、本当ですよ、変だと思ってないもんえ、メインちゃんの顔はメインちゃんの顔っていうのもうやめてくださいカクカクしかじかで言うねちょっと語弊があるのでやめてください、ネットでやってもあの子そう、皆さん違いますからね、違いますよ、その辺はね、勘違い、2億円の顔ですから、ね、そうですどちらかというとメインちゃんの顔というか2億円の顔で検索検索検索手が引っかかっちゃうですねそうだ、危ない危ない危ないじゃあするか、うん、アルバムの話を、大事なお話ししてきましょう、アルバムの話、アルバムのリリース1年半ぶり、うん、せやでなんだろうね、こういいんですか、違う方に行きたくなるこの感じせっかく今しかないですよ、うん、この後パカッと話するんですから、ずっとそれになっちゃうぞ、まあ、このまま行くと俺なんかここに来るまでに、うん、もうコムちゃん好きだから、ありがとう、ありがとう、ずっとそのガラス越しで見てたわけで、ずっと見てた、ずっと見てたわけだよそしたらもう話したいこといっぱいになっちゃってもうゲストコーナー短いですよね、まあ、今からガラケーの話もしたいですしなんでガラケーにしたのってなんか詳しい話も聞きたいし、僕もガラケーですし、そうなんだよね、マンモもガラケーだからさ、もうみんな大本にしま
ましょうよ。なんか楽しかったんです外で聞いてて。どうする、ファンの話するか、ガラケーの話するか、アルバムの話するか。ガラケーの話。嘘だ嘘だ、アルバムの話しましょう。ガラパコスケ言い方もパが入った、パが違う、ほんまや途中やけどな、ちょうど中ほどに。もうダメだよ、アルバムの話しようよ。もうコムチャットパウントダウンしようよ、パー入っからもう変えちゃダメだよ、10年のパムチャット、パムチャットパウント、わけわかんなくなって、パウンド言った後に潰れるのやめてくださいよ。責任持てよ。そんな面白くなかったなと思って、うまいこと言ってる感じでやってたからさ、もうそうだね。今回のアルバムのテーマに未来を選んだ理由は、うわー台本通り。あのですね、今回はですね、未来をテーマにしました。そうなんですよね、はい、その未来というのがですね、うん、いわゆるその SF チックな、未来ではなく、うん、自分が一歩一歩歩いた先に、見えてくる未来、目指すべき未来というか、だからリアルな方、その未来、自分がちゃんと描くビジョンみたいなものをテーマにしたくて、でその理由は、まあ、今年が私アニバーサリーイヤーといいますか、音楽活動5周年、生誕30周年、何それすごいいいね、はい、そう、それで、で、うん、そんな年に、うん、今武道館というライブが控えている。そうだ、そう、なんかこのアルバムの先にその目指すべき目標があって、ね、でその先もどん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 続いていくんだろうという思いをですね、今回のアルバムに込めて、プラスだからこう、それって積み重ねの連続でその先に待つものがあるじゃないですか、なのでこの5年間の集大成、まあ、言ってしまえば30年間の僕の思いみたいなものが、込められればなと思って、そういう意味で未来なんですね。その過去の自分は今の自分を想像できてるの？ね、パッセージに書いてます、はい、僕パッセージっていう曲を、このアルバムのタイトルになってるんですけど、そのタイトルで、自分で歌詞を書いて、書いてるんですけど、そのちょっと昔の自分とこう対話してみたりとか、手紙のような、そう、ちょっと未来の自分にメッセージみたいな、なんか想像できてるようでできてないというか、近づいてるようでまだ遠いとか、なんかそういう、でも確実に、やっぱ経験は積んできて、その今ある自分っていうのは、昔想像してた自分とはまた違う自分が今確実にあって、で今できることっていうのは、今の自分にしかできないっていうのはすごく思うところがあって、で、その人生の中で無駄なことなんて一個もねえなっていうのが自分の中でやっぱ一番テーマとしてあって、歌詞の中では無駄じゃないガラクタって言ってるんですけど、僕ガラクタいっぱい持ってて、それは例えばそのいろんな好きな知識だったりとか経験してきたもの、ちょっと遠回りしたそれは経験だったかもしれないけど、今こうやって音楽活動してこれてるのも、その昔積み重ねてきたものがあってとか、なんか例えば昔経験したことがちょっとエピソードトークできたりとか、なんかこの仕事してると、なんか無駄なこと一個もないなっていうのをすごく感じて、なんかさ自分以外の人間から見てさ、それいるっていうものが実はすごく大事、こんなところで役に立つなんてみたいなあるからね、でそれが音楽活動とかしてると自分の歌詞に反映することができたりとか、思いを込めることができたりとか、そうすると、歌詞の中ではガラクタって言ってますけど、自分にとってはすごく宝物で、これからもそのこの旅路の中で、人生という旅路の中でそういうガラクタいっぱい自分のカバンの中に詰め込んでいくんだろうなと思って、なんかそういう思いをちょっと書いてみました。歌詞作詞もね、してるじゃない、そうなんです、結構ね、その自分の自宅の詩も増えてきて、どう作詞ってさ、やっぱり自分を今の話もそうだけど投影する部分もあるだろうし、多分書くのに海の苦しみを味わうものもあれば、すんなり書くものもあると思うんだけども、書けるものもあると思うんだけど、今回のパッセージに関しては、初めて視線だったんですよ。お珍しいです。そうなの、昨今視線って珍しい、そうなんですよ、僕も初めての経験で、で、ずっと一緒にやらせてきていただいている、うん、STY さん、僕の大好きなクリエイターの方なんですけど、STY さんかっこいい R&B いつも作ってくれた、クラウドミュージック作ってくれたり、その方と、スタジオにこもってゼロから作ろうっていうセッションしようっていう企画になって、でもう何もない素材が何もない状態だから、じゃあせめて
芝先にあった方がいいよねっていうことで、で詩を書いたんですよ。で今回そのエスティバルさんにもそうですけど、他にもこうアンストッパブルとかいろいろ曲が入ってたりするんですが、今回のアルバムテーマとかを伝えて作っていただいた曲がたくさんありまして、でも自分の言葉でもそれを書きたいなと思って、それがやっぱり自分が一番コンセプチュアルでこう掲げたものだし、ちゃんと自分の言葉でみんなに伝えられたのなっていう思いもあって、視線で書いたんですよ。すごく大事だと思う。やっぱりね、自分の気持ちでそのやりたいっていうね、風に動けるっていうのってやっぱりすごく大事だよね。伝わるものもより大きくなりますよね。特に詩はそうだと思う。そうですよね。役者さんってさ、いろんなものを出して敏感じゃない、すごく自分をいつも研磨してるから、すごく入ってくるし、すごく出てくるんだよね。出てくる。その中で、俺らにしか分かんない感覚とかって、結構歌とかでさ、そうなんですよね、歌える人とか歌ってる人たちが発せられるメッセージって結構あるんだよね。そうそう。で、歌詞だからこそ素直に言えることってあるから、普段は気恥ずかしくて言えなかったことだったり、改めて自分を見つめ直す瞬間にもなったりとかするので、歌詞って。なんか面白いなって思いますね。あ、俺ってこんなことを考えたんだって、自分に、なんか自分を考えさせられるというか。文字にしてみてね、初めて、このパッセージはどんな時に書いたんですか？これはそれこそ視線だから、海の苦しみがものすごくあって、自分の中にテーマがあって、書きたい思いはあるのに、そのいわゆる形がないわけじゃないですか、その音楽としてこう捕まるところがない、捕まるところがないから、どういうふうに書き出していいのか、どういう言葉をチョイスしていいのか、どういう景色なのかとかが、なんかね、見えてこなかったんですけど、ちょうどこのアルバムジャケット撮影したのは北海道、北海道なんですね。北海道に旅に行って。あ、もう旅なの？そうなの、まさにパッセージに2泊3日で行って行ったね。すごい。そうで、それで、そのもうその旅に行くという行為で、自分の中でもう新鮮なものがいっぱいあったらしく、まず行きの飛行機の中で感じるものが、もうすでに着く前にあって、でそれがそのサビの詩にも反映されてるんですけど、ちょうど本当にフライトの日が曇ってて、そのもう本当に曇り空からこう飛行機が抜けていって、太陽の光が差していく時に、あ、変わらないものってそこにあるんだなと思った瞬間に、あ、なんかこの景色を歌詞にできたらなとか思った時に、なんか言葉がいっぱい降ってきたんですね。あ、こういう風に作詞をすることもあるんだって思って、でその飛行機の中で、隣にいたプロモーターの子に、あ、今なんか来たからペン貸して、ペン貸してって、ペンナイスって言われて、おいなんでだよ、なんでじゃん、ウエントワイヤです。イガちゃんのモノマネ、バカわかんないよな、映像向きですよ、今のネタは。イガちゃんのモノマネですから。イガちゃん何でもモノマネしてくれる。めっちゃいい話だったのに。本当ですよ、もう。でもね、その気持ちを言葉にできるってすごいすごいことなんですよ、皆さん。これって文字数も限られているし、そうなんかベタっとしちゃったらそれはそれで野暮だし、あまり釣れなさすぎても何言ってるか分かんなくなっちゃうから、文字もどういう音数で書いているのかっていうのも、でもやっぱり経験がそうさせてくれました。初めての作詞ではなかったっていうのがやっぱり自分の中にそれが積もってるんだなって、そういう経験が、あ、こういう風に歌いたい、こういう風に歌いたいっていう、A メロ B メロサビっていう、そのストーリー、なんか流れるんですよね、自分の中でね。超面白い発見でした。鍛えられてたんだね。そうなんです、5年間でやっぱ鍛えられてて、積み重ねが無駄じゃないキャラクターがたくさんなんですよ。うわあのね、音声は良かったんですけどね、顔がまずかったね。よし君の、うわー、でしょ、ごめんなさいね、この子顔と声に出ちゃうの、リアルでしたね。私、ゆうなさんすごい好きなんですよ。何がオファンティーだよ、パのつくもの。何がオファンティーって言っちゃうからね。なんでオから始めちゃうの。おしゃれに可愛く言おうかなと思って間違えちゃった、ルールを間違えちゃった。ミュージックビデオもかっこいいんだぜ。めっちゃかっこいいですよ、アイデンティティ、
和ですね。和なんです。どんどんいろんなことできるようになってるよね。この和に関してはもうずっとやりたかった世界観で、この和の音遣いでダンスナンバーで、しかも和服を着て、でその映像作品を作るっていうのはずっとあのやりたかったことで、見てる方が想像してる以上に大変でしょ。うん、あれで動くお洋服もね、うん、でも作ってもらったりとかしたんで、その動きやすいように。なんかさ、ちょっとやっぱこう和になるとさ、なんかあのなんだろう、洋のダンスとは違う。あ、でもね、それはやっぱオーダーしました。その音に合わせて、その舞うような、あ、舞ってる、舞踊っぽいね。うん、あのテンスも、そう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 、舞うような振りにしてほしいっていうの。色っぽいよな、めっちゃ色っぽい。あ、そうそうそう、すごかった。さっきエガちゃんやってた人だぜ。信じられない。色っぽいだろ、エガちゃん。エガちゃんっぽい、やってもらっていいですか。色っぽいエガちゃんですか。うん、おーおお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 おね、でも聞かなくてよかったです。撮影大変だったんじゃないか。いやいや、まあね、見ててもさ、あのウートファイがさ、ああいうプロジェクション、そう、マッピングなんだね。いや、あれ面白いでしょ。まとめメイキングも入ってるので、今回の初回限定版にはウルトラフライカノンアイデンティティ、そうなんですよ。あれ欲しい、家に欲しいと思ったプロジェクション、そう、それはそう、もう全部そう、あのスクリーンにして、すげえな。あれはまた細かいことを、かっこいいわ、本当に詰め込んだね、アルバム、ね、曲によって表情が全然違いますよね。なんかやっぱりそれはこれからも目指していきたいところなんですよ。やっぱりこう飽きさせない、まあまあ、ね、活動みたいな、ね、やっぱりそう、プレイする人はやっぱりどうしてもそういう気持ちがあるからね、常にこう皆さんにこうハッとしてほしい思いがあるので、これからもこういうねバラエティに富んだアルバムを作っていきたいなと思います。はい、楽しみですね。ライブもありますから ね、 ありますね。はい、ドーカーン、ドーカーン来ました。アルバムの曲ももちろんこのアルバムを引っ提げてのライブになるので、このアルバム自体もしっかりと武道館も意識して作って、自分が武道館でステージでどうパフォーマンスしたいかを楽曲に反映させてるので。はい、私愛の歌、はい、めっちゃ生で見てみたいです、ね、キャバレーミュージックですよ、うん、ね、これはたまらなくかっこいい、ね、なんだろうな、ね、うん、なんか照明とかも楽しみになっちゃう、ああいう世界観ってかっこいいですよね、やっぱね。やっぱりなんだろうな、やっぱちょっと色気があるね、ムーディーなものってやっぱいい、ね、そうなんですよ。やっぱりね、いろいろね、昔もね、こうミュージカルの畑とかでやっぱ育ててる、ああいう、ああいうなんか音楽もね、やっぱ好きだから、どん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 取り入れていきたいなと思います。そう、自分も知ってて、見せ方も知ってて、ね、あのファンの人はさ、楽しみ方も知ってるから。全てが揃って、うん、ということですね。期待感だから、うんうん、本当楽しみですね。ありがとうございます、はい、ということで今夜は宮野さんに決めてほしいパがつく言葉を。あこれなんで僕こんな企画なの、こんな企画って前もね好きなフライだったしね宮野さんでしかできないことなんです。エピソードトークとかいらないんですよ。いらないです、僕の場合はね勢いだけなんですね。どんなふうに言うんですか、その パのつく言葉を。じゃあの我々があのお名前紹介するんで、うん、読んであげてください。いきますよ。足立区は鳥肌群曹さんからいただきました、はい、どうぞ。パンツェッタジローラボーもうだなんだ、やりすぎちゃってもうここ釣りそうになっちゃった井口君が首の自分を感じすぎちゃってこれどういうかセクシーとかに言うんですか。いやもう思いのままでいいです。思いのままでかっこよかったりセクシーだったり、可愛かったり、はい、じゃあどんどん行こう。じゃあ次のパワー、セクシーに言いますね。OK、もうなんかもう断密的な、マモミツ的な感じで、もう全部滴る感じでね、パムスコボタを全部エロく言っちゃうみたいな。なんだろう、なんだろう、わかる。お願いします。じゃあ大阪府にお住まいの永遠の18歳、かんこさんからいただいたパペットマペットこれやばいね、これやばいね、マモミツやばいね、マモミツいいね、もう一個ぐらいマモミツ、もう一個ぐらいマモミツ、そうかマモミツ続きましてはですね、浦安市はとある現役のガチ兄さんからいただきました、はい、じゃあマモミツさん、はい、パツンパツンちょっと
下ネタか。下ネタじゃないわ。言うときになんとなく伝わるのやめてください。読めてたの作家さんなんだけど。下ネタじゃないわ。もうパッ。気持ち悪い。パンパンとかね。気持ち悪いです。パシフィコに構っていて。パシフィコ横浜。パシフィコオーシャンビュー。もう横浜の人たまんないよ今も。次も行きますよ。はい、よろしくお願いします。どうしようかな。可愛く言ってほしいな。可愛くいいよいいよじゃあ。いいよ。もう運命から。練馬区にお住まいのリケンさんからいただいたパンのつく言葉。パクのみ。ちょっと待って。あれ？ちょっと待って。これ結果呼び捨てだよね。なんか本当だよ、うん。パタリロみたいになってるじゃん。お前。パクのみ。パパンがパみたいになっちゃってる。あ、時間になっちゃった。嘘でしょ。終わりです。もっとパンのつくもの言いたい。終わりです。嘘。じゃあ最後はねパイパイって言ってもらって。バカじゃない。バカじゃない。バカなんですか？うん、バカです。ちょっとパイパイ言ってもらっていいですか？言ってください。どんな、誰で言いますか？誰がいい？うん。あの、じゃあ、しばらく。パイパイ。もうそれは、もう、ほら、喜んでる。聞きたかったね。そうそう、俺が聞きたかったね。パイパイ。これ、キリンメツコーラとコムチャムさんです。わあ、ありがとう、飲みます飲んでください。パンタロン。何でも面白いの。パンナコッタ。もっと言いたい。もっと言いたい。パイナポーって。パイナポー。では、お金にお知らせ書きお願いします。あ、戻れなくなっちゃった。9月18日にニューアルバム、ハッセージをリリース。おめでとう。10月4日、日本武道館で、守る宮のスペシャルライブ2013、トラベリングを開催。おめでとう。みんな聞いてね。パッション。え？パワーついてないんだろ？パイセン、パイセン。告知を見なさい。告知終わったか？終わった。OK、いいか。うん、終わった。詳しく、宮野真奈さんの公式パイトでチェックしてください。もうパーつく言葉じゃなくて。あと、ギリメツコーラ的なやつのサイン書いてくれたから。あ、ポスター、ポスター。ポスターにサイン書くっていうのが、プレゼントになったからよ。ね、おー、いいよ。よろしくな。うん、うん。頼むな。あ、分かってねえから後で説明しとくからよ。みんなも応募してね。応募してね。応募してね。最後はこの曲をお聴きしながらお別れです。曲紹介よろしくお願いします。宮野守で、アイデンティティ。今夜のコムチャゲストは宮野守さんでした。ありがとうございました。バイバーイ。